ハエバル町は沖縄本島南部に位置する町である。沖縄県の町村では最も人口が多く、近年人口増加が目立っている。那覇市を含む六市町に囲まれており、現在沖縄県では唯一、海に面していない自治体である。かつて、コチンダ町、大里村、串上村との合併を協議していたが、意見一致を見ず、2004年9月30日に、 合併協議会が解散となった。宮山分立時代は中山に属していた。1611年の慶長県地以前から、回しや西原と共に、首里オフの直轄地域であった。町長、赤峰正幸副町長、国吉直明教育長、荒垣吉典議員定数16元議員数16、決院礼議長、知念富信副議長、 玉木勇配原町内の路線バスは、すべての路線が、那覇市内を発着、または経由する。町域中央部の国道329号には、那覇市と与那原町方面などを結ぶ、市外線が、町域西部の国道507号には、那覇町と八重瀬町方面などを結ぶ、市外線が運行されている。他に、那覇市首里を経由して、浦添と与那原、 馬店を結ぶ路線も通っている。町内の県立医療センター前バス停には高速バスも停車する。また、新川地区にある県立医療センターや那覇バス新川営業所には那覇市内線も乗り入れている。これらの路線は、那覇市外でも運賃は、那覇市内期にいつ運賃扱いとなっている。下表の運行会社の琉球は、琉球バス交通の路線、沖縄は、 沖縄バスの路線、那覇は、那覇バスの路線、東洋は、東洋バスの路線、複数表記は共同運行路線。BT イコールバス高つては、県道128号や県道240号を通る路線もあったが、いずれも廃止された。地域交流センター、ハエバル町立中央公民館公民館と書室。ありがとうございます。